よいしょ。さあやってきましたよ。ここは、三重県、ここは伊賀市になるんでしたっけ、ね、いや気配120系が2つ二連が2つ並ぶとまあいい音ですね。無事交換も終わって、ということでね、やってきました、三重県の上野市でしたっけ、島ヶ原駅ってことでね、この辺でね、JR 西日本の駅ですから、これでね、歴史とした三重県の駅ってことで、ここは三重県最西端ですね、いうことらしいですね、ってことでやってきましたよ。これね、古いホームなんでしょうね、低いところもあったりして、かなり昔ながらのね、デザインになってる。ね、石造りなんかもそうですよね。この辺りとかのホームの作りも。あの、石段分ちょっと上にかさ増しした感じがありますもんね。へぇー。ということで、ここまで、桑名からここまで1340円ね。これね、後で試験に出ますからね。大事なところ。で、駅としては、結構ご利用の方多いんですね。まあ実は、島ヶ原自体は最近来てるんですよね。たまたまですけど、天理のね、大大和神社で、大和さんと結婚式かっこかりなんていうね、企画をやった時に、帰り道で途中で、疲れ果てた山田さんが、温泉に入ったのがね、島ヶ原の、そこにね、うっすらとこう、そこにありますね。ここから2キロ先になりますね。送迎バスなんかも出てますよって出てます。送迎バスのね、映像は、そっちの方のサムネイルの中にも使ってますけど、ね、この、島ヶ原温泉やぶっちゃの湯ってことでね。ここ有人駅なんだ。あ、島ヶ原有人駅なんや。へぇ。利用者多い駅なんですね。てっきりワンマンの生産をしたもんで、へえ、あ、すごいすごい。ちょっと後で買おうかな。上質で巡回サービスなんかでもあるんですね。へえ、土日はやってないんだ。あ、でもなんかこれ来てません、破っちゃうの来てないか。周杯？あ、取り始めか。今が晴れ、こんな風ですね。独特なあれになってますね。荷物をそこに後ろの方に。そういうのあるんですね。この前は車で来ましたからね。手作り工房いろいろあるんです。一番の方は来なかったんですよね。で次が11時。10分までですよね。次12時10分か。今のうちに買っとこうか。すごい。ここ、マルスケンで発行してくれるんだ。島ヶ原発でね、カモン一気で買いました。あ、ね、茶番始めますよ。はい。ってことで、ね、なんとね、こっからカモンまでね、買えたんですね。いやー、すごいなー。すごいじゃないですか。鴨駅ですよ、ね、なんか席って書いてあるのが、ね、気になりますけどね、なんでしょうね、まさか関西高専に鴨駅 あれあったのかな、ね、これ多分これが最東端の駅のはずですから、ね、三重県の、ね、最西端の駅からね最東端の駅までね、帰るというね、ことなんじゃないかな。あれ、何のためにワンデフリー切符を買ったんだろうとかね、いうことは置いといてね、
お、これで鴨駅までね、行けるみたいです。いや、すごいなぁ。すごいなぁ。しかもなんかね、鴨行きの電車がここからね、出てるんですよね。いや、すごいなぁ。確かに鴨駅ですよね。漢字も、うん、間違ってない？あ、間違ってない。大丈夫ですよ。これで間違いないはずです。何して念入りに調べましたからね。念入りに調べたから、これで間違いがないはずなんです。まだしばらくやりますからね。駅つくばりやりますからね、この茶番。うん。